皆さんこんにちは、カプコンのストリートファイターエグゼクティブプロデューサーの小野よしのりです。今日は皆さんにご報告があってですね、このビデオデータを作成しています。カナダのですねシネプレックス、そしてワードゲーミングがですね行うトーナメント大会にストリートファイター5が採用されました。こちらカナダのですねシネプレックスの映画館全土でですね開催をされていくんですけども、こちらシネプレックスのウェブサイトでですねまだ参加者そして観戦者のですね募集要項が出てますんで、ぜひとも詳しくはですねシネプレックスのウェブサイトをご覧いただければと思ってます。この大会を通じてですね我々はカナダ全土の多くの皆さんがストリートファイター5に触れること、そして参加していただけることを非常に楽しみにしています。